資産的な二重面体の水クラスター。科学における水クラスターとは、水分子が水素結合で結びついてできる集合体、すなわち水分子のクラスターのことを指す。2000年頃アモユーコは注意喚起していた。水のクラスター構造が提唱され、学術的に議論されてはいるが、NMR という装置による測定を水クラスターに結びつけることは、 論理の飛躍であり、誤って浄水器の説明などに使われている。氷、結晶格子あるいは悪くな液状の水について、水クラスターの構造や安定性は、実験的に検討されたり、計算科学で予想されたりしてきた。現時点での学術的な研究では、水分子が東方性の集合体ではなく、クラスター上にあれば、密度と温度の関係など水が持つ多くの奇妙な、 性質を説明しやすいとされている。バルク水中での水クラスターについてわかっていることはとても少なく、科学上の未解決の問題の一つとされる。液層の水が作る工事構造について、従来の技術では性的な安定性や平行状態について測定するにとどまっていたが、測定技術や計算能力の進歩により動的な性質を研究対象とすることも可能となってきた。 超分子構造の中には、水クラスターにより安定化されるものがある。他、気礎中、あるいは大きな空気を持つ結晶構造中で、水クラスターが観測される。計算科学では、環状のクラスター N について、N、NO、を3から60までのものの構造が検討されている。その中で、環が大きくなるにつれ酸素原子間の距離は縮まるという計算結果が得られた。これは、 水素結合により、水素を受容した分子は電化の分布が変わり水素を供与する力も増えるため、水の集合体が大きくなると共同的に水素結合が強められるためとされる。水分子の6両体にはいくつかの異性体が予想されており、環状サッシ型、バック型、カゴ型、プリズム型のものがほぼ同程度の安定性を持つと算出されている。 7両体についても2種類のカゴ型の異性体が計算で得られており、8両体では感情のものと立方体系のものが算出されている。さらに巨大なクラスターとして、フラーレン型の28両体、バッキーウォーターや280個の水分子が正二十面体状に集まったものがエネルギーの極小値を持つものとして計算されている。近年は、 アブイニチオポーによる水クラスターの解析もなされている。水クラスターの分光学的性質を実際に測定するために、遠赤外振動から回転、トンネル分光法ビブラシオンローテーション、トンネルリングスペクトロスコープのような高度な分光法が用いられる。液体ヘリウムをマトリックスとして補足された水の6、両体は平面環状の集合体であった。一方で、 奇想で観測された6両体はカゴ型を取り、有機化合物の結晶甲子中の空間に捕捉された6両体はシクロヘキサンが見せるような椅子型を取っていた。赤外分光法と質量を分析系を直結させた装置による測定により、8両体から10両体までの水クラスターには立方体系が観測された。 水が水あえ物の,の一部として結晶化しているときは、X 線解説による測定が可能となる。近年の研究ではこの方法で、ねじれた感情型を取る7両体が観測されている。計算科学の一種法である、クォンタムクラスターイーキリブリアムセオリーによる検討結果からは、液槽のバルク水中では8両体クラスターが優位に存在し、 それに5両体と6両体が続くことが示された。三重県での水については24両体の関与が考えられた。一方バルク水に関する他のモデルでは、サイズの小さい溶質を取り込めるような空間を持つ、感情の6両体や5両体からなるとされた。さらに他のモデルでは、立方体系の8両体と2種類の感情4両体との並行が存在するとされた。 しかしいずれのモデルも水が見せる特徴的な密度の変化についてうまく説明できていない。液槽中での水のネットワーク構造は極めて寿命が短く、絶えず別のネットワーク構造へと変化する。そのため特定の構造が記憶されることはない。2005年にネイチャー誌に掲載されたカナダとドイツの研究グループによる報告では H2O 中、 王の伸縮振動を高時間分解能での赤外分光法により解析したところ 3350cm-1 のパルスレーザーで生じさせた水の変化は50フェムト秒以内に緩和され消失することが分かった。水分子同士の水素結合を通したエネルギーの再分配は非常に早く特定の構造についての記憶は直ちに失われた。他、ハット、 D2O を用いた測定はいくつかの研究例があり、重水中での OH、O 水素結合の動的挙動が、数十フェムト秒オーダーからピコ秒オーダーの時間スケールで観測されたと報告されている。ありがとうございます。